容赦はしないぜ。まさかお前と共に戦う日が来るとは思わなかったぞ。かかるぞ。ワンサー死ねってんなら一緒に戦うさ。ほら、カカロットじゃなくて地球で育った孫悟空だけどな。くそー、この俺がやられるとは。おめえなかなかやるな。今のは聞いたぞ。手抜いて勝てる相手じゃなさそうだ。何言ったな。ここまで強えなんて思ってなかったぞ。まだ修行が足りなかったみてえだ。なんだよ、まさか俺たちに挑む。いいぜ、相手になってやる。ちょうど退屈してたところだからね。少し楽しませてくれるんだよ。俺は驚いた。やるじゃないか。どうなってるんだ。こんな奴がいるなんて。17号どうなってるんだい。ありえないよ。俺たち無敵のはず。へえ、なかなかのもんだね。ずいぶんはしゃいでくれるじゃないか。でもそろそろこっちの番だよ。驚いたよ、ここまでやるなんてね。僕が相手になるぞ。勝負だ。思いっきりいっちゃうもんね。よし、5点どう。僕の成果を見せるんだ。分かったよ、兄ちゃん。戦いの勘が鈍ってんな。強い。
言うけて立つ。私の六千度の炎を味わわせてやろう。ならその後は私の力で凍らせてあげますよ。この力、あなたは何者なのです。油断したようですね。参ると思ったか。この私を相手によくやっている。バカな、予想外だ。邪悪でもないものがここまで。真の恐怖を味わうのはこれからだ。今度は私たちがお相手しましょう。絶望の時間の始まりだ。できるようだね。科学力で蘇ったこの俺が。なんてパワーだ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。